さあ、青いアジサイですけども、こういう、まあ水色っていうか青色っていうかというものと若干こう、こちらの方に見ますとちょっと紫がかってる、つまり赤が入っているってことですよね。基本的には青と赤のアジサイということになるんですけども、これはまあ先出しですけど、まあ青色と紫色っていう感じで分かれてますね。はい。ここを降りていくと、そうですね、いわゆる菖蒲園ということになってきます。あ、結構咲いています。パッと見る限りでは白い花とピンクと紫、その、まあ、もっと濃い紫もありますね、が咲いてますね。ちょっとアップしましょうか。はい、こんな感じです。はい、向こうに見えるのは白い菖蒲ですね、花菖蒲、そして手前には紫色の、まあ、あの菖蒲が見えます。でこう左へ行きますと、真ん中にこう、まあ、センターがあるんですね。ここから四方を見ることができると。それから左の方にはですね、渡り廊下があってですね、ここからまた眺めることもできるという形になっています。まあ、去年はこうちょっと残念ながらこの杉菜の被害にあってですね、菖蒲園は見られなかったんですけども、まあ、今年は立派に育っていると思いますね。まあ、このウイルスでどうなっていくのかなっていうのは思いますけど、まあ多分、ここは本当にたくさんの方がいらっしゃるので、やっぱり入場制限とかなんかそんなふうなことを考えてらっしゃるか、あるいは今のままなのかちょっと分かりませんけども、まあ、本土寺の方がお考えになることだと思います。とても綺麗なところですよね。こう真ん中に、まあ、木道っていうんですか、木でできた道があります。でそこにちょうど、まあ、簡単に言うとセンターですね、があってという形ですね。今ちょうど人がそのセンターの中に入っていくところですけど、そこでちょっとベンチがあったり、休んだりすることができるようになっています。まあ周りも見ますと皆さんお座りになるところもありますし、ちょっとくつろいで見ることができる形ですね。まあ緑が、まあ、青々として、で周りにはアジサイがあってという、まあ、なかなかこう得難い光景ですよね。ほらこんな感じですよ。これがパノラマのように広がっていくと。で向こうにあるのがシャリとブッド、確か納骨堂、ごめんなさい、納骨堂ですね。なので、そこにはいろんな方々の、お骨が納められているというふうになりますけど、まあ神聖な場所ですねというふうになります。で、だいぶ本土地の方も苦労されたと思います。今年はもうとにかく用意一生懸命やってらっしゃったと思います。でつい先頃までは本当に1輪2輪しか咲いていなかったんですけど、まあ水も張られて、そして花って正直ですね、季節が来たら咲くんですね。まあコロナがあろうと人間のいろんなものがあろうと関係なく自然というのはこう動いていくですね。ただこれ、まあ、そこに人間がこういう水路を作ったりして努力することがあってできているんだと思います。ただまあこういう形って大切なことだなと思います。まあ、人と、自然の調和というか、それから、まあ、簡単に言うと宗教というんですか、心も入っているというふうに思います。いや、ここまでバリスが広がるとは、すごい。なかなか、おー、法輪が見えてますね。
驚きました。かなり立派な拡大率ですね。でまあこんな感じですね。さすがパナですね。下へ降りていきます。ちょっと引いていきますね。ここに何かやるこう棒を焚いてると思いますね。ここにまあ頭につけたりなんかしていると御利益があるというふうな話だろうと思います。で階段があります。これ相当まあ相当というか、そんなにすごい階段じゃないですけど、まあ、ありますね。ついてますね。こんな感じです。で両脇にはアジサイがずっと咲いていますので、多分アジサイが満開っていうか咲いてくると両脇にアジサイのこうスロープが出来上がるというふうな形でしょうか。